こんにちは。こんにちは。週休メガネーズです。さあ、今回は週休メガネーズ月1企画月間 MMW 賞書です。お。はい。私たち、ダゾーンの J リーグ推進委員会に入ってますので、はいはい、この企画はしっかりやらないといけない。怒られちゃいますね。はい。はい、ということで、11月のメガネーズが最もワクワクしたチーム、はい、月間 MMW。うん、では、はい、また発表をお願いします。はい、はい、大分トリニータです。おー、はい、いろんなね基準がね各賞あると思うんですけど、僕らのこの最もワクワクした賞は北条さんが楽しそうなチームっていうそういう基準かなというところで、まあ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 毎回取りに行ったすげえ楽しいよねっていう中で、特にこの11月、まあ、先戦ですとかね、そうですね、優勝がかかった試合、ね、まあ、勝敗じゃない部分もあって、こうセレッソとのルティーナさんとのバトルとか、うん、もうまあ横浜 FC との試合もすごい面白かったですね。そうね、まあ、そういう中でも、まあ、トータルで、まあ、今月は置いただろうと、はい、うん、ことになりました。これはもう MMW 我々週休メガネーズらしい、はい、うん、選出なのではないでしょうか。はい、はい、ということで今回は大分トリニータの片野坂智弘監督に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、忙しいな本当に、はい、もう大好きな分析の時間まで削っていただいてそうですね、ちょっと連戦中なんで、はい、バタバタしますけど。いや、ね、いや、すいません、すいません。すいません、申し訳ないです。申し訳ないです。ちなみに、週休メガネなんていうことは知ってるからこそのそのメガネであるという認識で。はい、まさしく、そうです。ありがとうございます。やっぱりメガネをかけなきゃいけないのかなと思いまして準備させていただきました。どっかからプレッシャーかかりましたか？大丈夫ですか？メガネかけた方がいいんじゃないとか言われました？ちょっと広報に相談して、で前回のその川崎フロンターレの中村健吾選手がかけて出ていったのをちょっと拝見させてもらって、まあ、それでやっぱ僕も出るからにはやっぱりメガネをかけた方がいいかなと思って、はい、ありがとうございます。誰かわからないかもしれないんで外した方がいいですかね。いやいやいや、大丈夫ですよ。いやいや、外すのであれば飴を舐めていただければいい、はい、あ、そうですね、あ、そうですねあ、でもね、今回こう11月の MMW っていうのに選ばせていただいたんですけど、はい、まあ、最初の試合では横浜FCに逆転勝ちして、で途中、まあ、柏戦が一旦中止になったじゃないですか、はい、でそこで結構時間が空いて、まあ、川崎、セレッソ、名古屋って行くんですけど、まあ、11月って大分は結構上位陣との対戦が多かったと思うんですけど、そのあたりは、まあ、監督としてはどういうふうなイメージで11月って乗り切っていこうっていうか対戦していこうっていうような感じでいたんですか？トリニータらしいサッカーをやっぱり表現したいなと、思い切ってプレーさせる状況を作らないといけないなというふうに思いましたね。片野坂監督はある程度相手のチームをしっかりと分析した上で準備してで対戦していくっていう、まあ、タイプの監督かなというふうには、まあ、みんなそうだとは思いますけど、特にそうだとは思うんですね。はい、本当にコロナ禍で大変なスケジュールの中でやってる中でなかなか準備ができなかった、で一旦試合が中止になった、なんか17日あったんですかね、川崎戦の前その間っていうのはどういうふうに取り組んでたんですか？あ、来た来た、俺の時間来たみたいな感じいやでも、まあ、まずレイソル戦がちょっと延期になってしまったのでだいぶ空くなっていうのはあって、まあ、それをどうマネジメントしようかなっていうところはちょっとスタッフとも話をしたんですけど、この2週間ぐらい空いてる期間をやっぱりポジティブに捉えようということで、まあ、連戦が今後もあるしそれまでも続いてたので、まずはコンディションを万全できる時間があるなと、そして強いチーム3つ続くので、まあ、これに向けてまずホームで川崎戦がありますので、川崎の状況もまあ優勝がかかっているので、まあ、どういう形で我々のゲームになるのかなっていうところと、川崎も連戦で確か我々のゲームが3試合目、4連戦の3試合目だったと思うんですけど、
それまでも鹿島との対戦やマリノスとの対戦で、そしてその前も札幌とかにちょっと敗戦してしまったりとか、まあ、ちょっとそういうのも見てたりして、札幌と我々は同じようなやり方をしているので、札幌と同じようにマンツーマンで川崎に対して守備をした方がいいのか、まあ、それかしっかりとブロックを作って自分たちの守備の狙いの中でやっていった方がいいのか、まあ、守備のところをまずしっかり構築することと、攻撃もやっぱり川崎さん非常にこのタレントもいるし、この能力もそして攻撃のスピードも速いので、まあ、それをどういうふうにこうチーム全体として管理していくかな、いくかっていうところもちょっとこうこの期間の中ですごくスタッフと密に話をすることができたので、すごいいい準備はできましたね。まあ、ある意味試合の中で想定外みたいなところもあったじゃないですか、まあ、退場者が出るとか、はい、まあ、そういう時に、まあ、選手たちにこうアプローチすることって何かあったんですか？まず集中を切らさないことと、その10人になっても一瞬の隙でやっぱり得点をできる選手がたくさんいるので、そこはバランスを崩さないように、まあ、1-0 で勝ってる状況だったので、まあ、本当は僕自身は2点目、取りに行きたかったですし、2点目を取ることによってもう少し、余裕が生まれてくるゲーム展開にしたかったなっていうのはあるんですけど、やっぱり中でやってる選手は非常にこうどっちに行った方がいいのかっていうところと、守った方がいいのかっていうところと、まあ、やっぱり10人になったことで、得点を狙いにもいけるけど、やっぱりスペースができる分カウンターというか早い攻撃を受けるっていうところの難しさはあった中でゲームを進めるような感じでしたね。それは監督からこう選手たちに何かこう言ったり、まあ、選手たちの中で主体的に変えていったりとかっていうことはどっちの形の方が多いんですか？まあ、やっぱり今この状況でゲーム中に飲水タイムがあるので、その時に伝えることができて、そこでまずどういうふうに相手がしてくるから、どういうふうな形で狙っていこうということは伝えられて、それで10人になった時にも相手の形が4-4-1になるのか4-3-2になるのか、まあ、そういったところでも前線にやっぱり残ってる選手がいるので、その辺のバランスは崩さないように、前がかりになりすぎないようにということは常にテクニカルエリアのところとかインスイタイムとかでは話はしましたけどね。相当ね、相手も人も変えながらシステムを本当に変えながらって形でね、対策というか、はい、まあ、やっぱり優勝がかかってるから、ある意味リスクをかけてきたかなって気がしたんですけどね。川崎相手に積極的にこうプレスをいったのがやっぱ印象的で、まあ、札幌もね、先ほど監督さんおっしゃったようにこうマンツーマンから前からはめに行ってるんですけど、ほとんど他のチーム J1 って川崎に対してそれをやってないんで、それをやろうってこう踏み切れたその理由みたいなってのはどこらあったりですか？もちろん引いて守ることもできると思うんですけど、引くとやっぱり川崎のやっぱこう良さが出ちゃうというか、ゴール前のところとかよりこうピンチというか危なくなる場面が多くなるかなというところで、まあ、自分たちとしてはやっぱりアグレッシブに守備をもうやっぱり特に中盤のところでは思い切ってトライしようということは話して、まあ、ただその奪い方とか守備のスイッチの仕方っていうのはその川崎が大体まあ 4-3-3 で来る中で、じゃあどっち側で狙っていこうっていうことは試合に向けてその準備期間でも準備することができましたし、ミーティングでも伝えることができましたし、そのズレのところで思い切ってもう行くならチャレンジしようと、そして、まあ、この言い方が適正ではないと思うんですけどピッチ出てる選手11人みんなイエローカードを1枚もらうぐらい、相手を本当に止めなきゃいけない時っていうのはあると思うんで、まあ、それぐらいアグレッシブにこうもうイエローカードを覚悟ぐらいでいかないと、やっぱりこの強い川崎さん この攻撃力を止めることはできないから、とにかく思い切ってチャレンジしようっていうことは話しましたね。いや、なかなかでもその監督さんがこうしたいっていう意図があって、でそれを実際にこう選手がどの程度そのピッチで表現できるのかっていうのはどの監督さんも多分悩まれてるところだと思うんですよ、はい、で川崎戦は本当に門野さんが監督がこうしたいっていうことを
かなりのレベルまでこう選手たちが表現できてたんじゃないかと思うんですけど、それってどうやったらそうやって選手たちがこう動いてくれるんですかね。それ肩こすかで聞くのおかしいかもしれないですけどそうですね、あらゆる監督さんがそこを本当に頭を悩ましてると思うんですよ。僕の中であのゲームはもう間違いなく川崎さんも本当に力あるし、優勝もちろん優勝しましたし、強いチームであるので、まああの、まあ、いい意味でこう割り切ってというか、まあ、もう負けてもあの周りはやっぱり強い川崎だねっていう風な感じのなると思うので、もうとにかく選手にやっぱり思い切って躍動感を持ってプレーすることをあのやらせるように心がけましたね。中途半端になっても良くないし、守っても良くないし、もうそれで、うん、あの結果が出なかったり大敗してもそれはもう俺の責任だから、みんなは思い切ってもう90分もうフルにぶっ倒れるぐらいまでプレーしてくれっていう、もうあの本当に試合に集中させてやらせるように、そして対戦相手川崎で もうどこでも同じプロの選手同士でやる中で、あの絶対勝てない相手はいないし、もう本当にチームとして戦えばいいゲームができるからっていうような形で、まあ、前向きに前向きに思い切ってこうトライさせるような形であのやらせるようにしました。まあ、本当に結果論ですけどね。前の選手と後ろの選手の考え方がこうバラバラになるのが一番怖いよね。そうですね、やっぱりそれがないよね、大分ってね。そう、ない。前は行きたいんだけど、うん、後ろちょっと待ってよ、逆に後ろは行ってくれって。ついてこないよね。そう、後ろは前上がりたいんだけど、前全然プレッシャーかけてくんないよ、もうちょっと行ってよとかさ、そういうところを多分マネジメントしてまとめるのが一番難しいかなっていうふうには思うけどね。うちの選手、逆というか、なんか後ろの方は結構行きたい行きたいっていうか、そうなんだ、面白い。本当はもうちょっとこう行ってほしいっていうところもあったりして、後ろはもうちょっとこうしっかりとつくような感じの守備がどっちかっていうとあのやりたい方かなっていうところを、まあ、僕は少しこうバランスを取ったりとか、構える時と行く時とっていうところのメリハリをこうチームで合わせるような形で、やってはいるんですけど、鈴木義則とかやっぱ真ん中でこう守備のスイッチ入れたりラインをコントロールでこう押したりとかする時も、結構前線の選手にはいけいけっていうことを言ってるんで、これ大丈夫か大丈夫かって思いながらちょっとあの前から言ってる時にあの大丈夫かなって、もうすごいラインばっかりを見てて、もうこれ入れ替わったりとかスピード乗られてもうピンチになったらどうしようかなとか思いながら、でもさすが皇帝だよね、さすが違いますね、皇帝はですね、あの皇帝と言われてましたねJ1 の振り返りと、はい、後半戦の展望のところで、この週休メガネーズのやつに聞きまして、それにいたとコンサドーレと取り上げていただいて、はい、鈴木義則のこともあの皇帝と言っていただいてありがとうございますいやあまりあの皇帝とか言うとちょっと調子乗っちゃいけないのででも今シーズンもそうだけど唯一フルですからね、ここまで出てる選手、うん、そうなんですよ、昨年もその前も全部フルだから、ね、そうなんですよね、ただね今リーチかかってるんですよ。あ、そうなんですやばいっすよいやだから俺その話もちょっと聞きたいなと思ってでも聞いてもしょうがないですよね名古屋戦でちょっと家のカードをもらってしまいまして、うん、3枚目になってリーチがかかってしまったんですけど、うん、なかなかこうあのイエローカードをあのプレースタイルにしては結構少ない、すごいですよね、ガツガツ行くのにもらわないですもんね、そうなんですよ、出場停止もここもう何年かないですし、ずっとフルタイムフル出場してますし、まあ、本当に鉄人で本当よくやってくれてるってもうすごいなと思いますけど、鈴木選手はもしかすると片野坂さんが就任してから一番成長したぐらいのこの選手なのかなと思うんですけど、そうですね、本当に16年からもう5年の付き合いですし、ディフェンスラインのところで3枚、最初の16年の時 JSB の時は4枚でセンターバックをやってたんですけど、17年から3バックの右をやったり真ん中をやったり、本当に守備能力と予測とか危険
察知能力とかそういった守備の面、そしてゴール前の体を張る面、まあ、本当にこう試合ごとシーズンごとにすごく成長を感じてますし、うん、J1 でこれだけの外国人選手ストライカーがいる中で本当に鈴木の活躍がやっぱり我々の守備の安定につながってるなっていうのは、うん、あのチームのこうカテゴリーが上がっていく成長とともにそういった選手たちの成長もすごく感じられますね。あの、うん、対戦することによって自信も深めてますし、そしてキャプテンもお願いするようになって、お願いしてもここ2年ぐらいですね、まあ、そういったところでのリーダーシップっていうところも試合ごとにこうしっかり発揮してくれるようになって非常に頼もしいですよね。普通 J3 から J2、J1 と上がっていくとこうなんか J3 の時は主軸だった選手が J2 では通じなくなって、 J2 の時主軸だった選手は J1 だと厳しくてみたいにこういなくなっちゃうというか、はい、そういう感じを僕らは想像しがちですけど、でもまさに鈴木選手すごい象徴的ですけど、そうなんか下からこう来た選手がそのカテゴリーごとにどんどんレベルアップしていくというかこうなんかそこがすごいなって改めて思ってるんですけど、まあ、本人がそのやっぱり日頃のトレーニングとかあのピッチ外のところでも非常にプロフェッショナルでいい準備をしますし、そのカテゴリー、まあ、チームがこの J3 から J2、J2 の中でも2年やって昇格できて J1 でまたプレーできてっていうチームがもうすでにこうあの新しいチャレンジをしているので、そういう中で彼自身もまたそのカテゴリーでそのチャレンジをするというあの意思を持って本当にチームのためにこうやってくれているその経験、そしてそれをこうやる姿勢がやっぱり成長につながっている部分だと思いますね。だってあれだけの選手になってきたらさ、よそのチームからでもさ、欲しい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 って言われる可能性もやっぱり、うん、あるじゃないですか。クラブとしてはそういうところも、まあなんだろうな、彼を放出させたくないっていうか、いなくなっては困るみたいなことも考えつつやらなきゃいけないし、はい、っていうところは成長していけばね、やっぱ彼のステップアップからするといろんなことを考えるだろうしね、はい、もちろんそういうやっぱり他からのオファーとかあの引き抜きとかも話も あったと思います、うん、まあ、ただそういう中でクラブがまず鈴木に残すために全力でやってくれましたし、私自身も話をしたこともありますし、そして鈴木がやっぱりこうトリニータでやるっていう覚悟を常に持ってくれてたので、そこは本当彼の決断をすごく嬉しく思いますし、やっぱりトリニータにいないといけない選手、ここまで来れたのもやっぱり鈴木のおかげの部分も多いですね。今年は新加入の選手を、まあ、8人だったかな取ったじゃないですか、はい、でなかなかこう出れるタイミングがなかったりだとか、9人かあったとは思うんですけど、はい、その辺はどうですか。例えば、ね、まあ、シャドウのところとか、うん、まあ、町田大和とか野村とかね、ようやくっていう感じだと思うんですけど、はい、やっぱりシーズン最初にコロナ禍の影響でちょっと開幕戦ルヴァンと J リーグはあったんですけど、そこから試合が延期になって、少しこうこれからこうチームを作っていって、徐々にそういう新加入選手をこう合わせていって実戦含めながらこうやっていこうというところで、また間が空いてしまって、うん、なかなかこう戦術を落とし込むというところが難しくなって、それで、まあ、一応リーグのスタートが決まってそこまでの準備の時に、まあ、ここだけの話なんで、まあ、ここだけの話にはならないと思うんですけど、すいません、なんか本当に3人だけで話してるような感じだったんですけど、すいません、ありがたい、ありがたいね、ありがたい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 、ちょっとコロナの中断明けの準備期間の時に、うん、違う戦術をちょっとトライすることもありまして、やっぱりいろんな状況があるので、まあ、この違うやり方もちょっとトライして、このメンバーだったらできるかもしれないなっていうのもスタッフと話をして、まあ、ちょっとそれをやった期間が、まあ、少しあって、そこからまた今の
三四三に戻しちゃったので、うん、少しこう戦術を投し込む時間、その本当にじゃあどっちで行くのみたいな感じに選手を迷わせてしまうところも少しあったので、特に新加入選手はなかなかその三四三だと思ってたのが違う戦術になって、また三四三になってっていうところでは少し時間がかかるような状況にしてしまったのは、まあ私自身のまあ、あの責任なんですけど、少しそういうところでは新加入選手が馴染むというか入っていくっていうところが難しさは今年に限ってあったのかなというのはちょっと思いますね。北条さん、そこは突っ込むところじゃないですか。いやいや、それあの監督さん、あのそれ何をやられたんですか。それとはここだけの話ということで、ここだけあのなんかちらっとですね、日暮さんの中のエルゴラストの原稿にちらっとなんか書いてたような気もするんですけど、はいはい、なんか4-4-2かなんかなんかみたいな、なんか話を、そうですね、はい、おっしゃる通り4-4-2です。ここだけの話ですよ。それは何でやろうとしたの、そういう形に。やっぱりその 3-4-3 だけだとこう J1 の中で戦う中で、やっぱり分析されますし、こう対策練ってこられるっていうのを、去年1年間戦ってる中でちょっと感じてて、うん、まあ、少しこう目先を変えて4枚で来た時に、相手が全然準備してないことでこっちが 4-4-2 で行った時に、相手はじゃあどういう風にするかなっていうところで、そうすると 4-4-2 もある 3-4-3 もあるってなると、相手 もうじゃあどっちで来るどっちで来るってなれば、よりこう戦術的にできる、我々チームは戦術的にできる方なので、まあそういう中でどっちもできるようになれば、さらにこうちょっとレベルアップできるというか、相手も難しくなるかなというので、なるほど、やってみようとトライしたんですけど、去年大分トリニータさんに対して途中からだと思うんですけど、相手が結構リスペクトしてくるというか、はい、そういう傾向が出てきたと思うんですよ。それで逆にちょっと難しくなる部分もあったのかなと思うんですけど、そういう経験もあってっていう感じですか。はい、本当に今もうやっぱりこの J1 もそうですけど、どこもそうなんですけど、非常にこう分析能力も長けてる方もたくさんいらっしゃいますし、若い先あのコーチの方々もそうですけど、非常にそういうところで明確になったり、より我々の方はちょっとこう戦術がしっかりというか、まあ、まだまだなんですけど、こうある程度こう見えるところもあったりするので、まあ、非常にこう対策を練られる試合が多くて、まあ、それをまたひっくり返すまた違う方法、まあ、本当にプランを ABCD とか4つか5つぐらいまで持たないとちょっとうまくいかないなっていうぐらいの、そういうなんか戦術をこういろいろこう準備しないといけない試合がなんか多くなってまして、やっぱり我々トリニータも個人でその打開できるというか、1対1の個の対応でっていうところより、やっぱりグループとして攻撃守備のところをやってるので、そういうところではやっぱりなかなか難しさが去年 J1 で1年間やった中でも非常に感じてるところだったので、今年そういうチャレンジ、そしてコロナの状況で、まあ、降格がないっていうこともあったので、いろいろそういう 4-4-2 とかのチャレンジができるかなっていうところでやった部分もありますね。なるほど。この間のでも川崎戦なんかもちょっとその守備の時とか、はい、こう割とこう並びがこう 4-4-2 になるったりとか、まあ、後ろをなるべくこう余らせないようにって形、はい、意図もあったと思うんですけど、はい、なんかそういう試合中にこう自在にこう変えてられるようなことも考えてらっしゃる。はい、そうしてます。なるほど。なので 4-4-2 に見えるところもあるかもしれないですし、はい、はい、まあやっぱりですよ、ね、はい、川崎さん特に3トップ結構張ったり中行ったり、まあ、後ろ3あ前線が3枚で我々後ろ5枚なので、うん、まあ、どうしても後ろ重くなると、ね、前線がやっぱり数的不利になったりするので、そこはちょっとこうアグレッシブに守備できるような形で準備はしましたけど。